いわき市は、はい、夏と冬の寒暖の差が比較的少ないんですよ。あ、そうなんですね。あ、うん、そうですよね。夏涼しくて冬暖かいってことですよね。まあ、つまりそのいわき市は温暖な気候に恵まれてるんですね。いや、本当にあの東北のハワイですよ ね、 ね。しかもいわき市は日照時間が長いんですよ。はい、あ、そう言いますね。うん、はい、だから知ってる人も多いと思うんですけども、はい、日照時間が長いので、はい、ハウス栽培に最適な環境と言われています。あ、なるほどね。うん、昭和時代からハウス栽培がこう盛んに行われるようになりました。はい、そしてね、トマトの栽培が急増し、今、はい、いわきは日本有数のハウストマトの産地となっているんですね。あ、そうですよね。大きなハウスありますね。うんうんうん、はい、トマトを一年中栽培生産してるんですよ。はい、で最近では品種改良もされて、とても食べやすいトマトが開発されてきております。美味しいですね、トマト ね、 ね、きっと誰もが好きになると思います。はい、まあ、それからトマトといえば、はい、調味料にケチャップがありますよね。ケチャップですね。はい、フライドポテトにあのトマトケチャップが合う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 ですか。あの、ね、もうパクパクいけますよ、フライドポテトにケチャップ。そうなんだ。うん、まあ、あのいわき市はね、はい、本当にあの温暖な気候で良かったなと思ってます。本当いいとこですよね。転勤とか、はい、引っ越しでいわき市に来られたり、はい、まあ、他県から来られたりすると、いわきのこの気候がね、はい、すごく気に入っていただける、まあ、そういった人が多いんですよね。本当ですね。うん、そんな気候温暖ないわき市から、はい、ゴスペルレディオステーションをお届けしていきたいと思います。はい、1時間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。